キールン臨港線は台湾キールン市のキールン駅からキールン港の西4ヤード島駅を結ぶ台湾鉄路管理局の貨物線である。かつてはキールン構成岸に多くの路線があったが現在は廃止されている。キールン港に荷上げされたテム線型電車キールン港に荷上げされた EMU800 型電車あたり線はキールン駅を起点にしてキールン構成岸を 主として、キールン外交特殊場と連絡線、対比支線など多くの路線が分岐しており、対比支線との分岐点には、戦闘走車場もあった。牛中港から外交に通じる復興水道は、台湾鉄路管理局としては、珍しい鉄道道路併用トンネルであった。2003年12月3日に、最後の列車が運行し、12月4日、復興水道を含むキールン港。 西6ヤード島以降の路線運行を休止した。西岸馬島線はわずかに小さな走車場を残すだけとなった。2011年9月鉄路、改め立て工程局のキールミ駅とし、更新駅空移転計画に交往し、西4ヤード島を結ぶ一線を残して、キールミ駅走車場と西岸馬島線の大部分を撤去した。多くの台湾鉄路管理局の新車両がここに、 に上げされている。2015年6月29日より、ヒールン駅の新駅舎が供用されたため、残っていた西4ヤード島への線路も廃止された。以後、大鉄の新車両陸上げは、台中港及び台中高線にその役割を譲っている。台湾鉄路管理局の新車両がに上げされる際は、R150 型ディーゼル機関車が牽引する。ありがとうございます。